世界一寒いと言われる南極大陸。そんな中で暮らす皇帝ペンギンたち。彼らが乗り越えなくてはならない試練。それが、世界一過酷とも言われる繁殖。ブリザードの吹き荒れるマイナス60度の冬の南極。その距離およそ160キロ。数万羽の皇帝ペンギンたちの大移動。さらに、4ヶ月にわたる絶食。本日は皇帝ペンギンたちの過酷すぎる子育てのストーリーをご紹介いたします。はいどうも、お魚大好きお魚さんです。本日もよろしくお願いします。というわけで今回は前回に引き続き皇帝ペンギン後編、世界一過酷な繁殖編をお届けいたします。前編の方をまだご覧になられていない方は、この動画の概要欄に前編へのリンクを貼っておきますので、ぜひそちらの方からご覧いただけたらなと思います。それでは、海の世界へ、ゴー！皇帝ペンギンの世界一過酷な繁殖。前回の動画でご説明した通り、世界一寒い場所、南極大陸にて一生を過ごす皇帝ペンギン。実はそんな皇帝ペンギンたちの繁殖方法は、世界一過酷とも言われるほど死と隣り合わせの厳しい方法となります。そして世界一過酷とも言われる最たるゆえんと言えるのが、皇帝ペンギンたちの繁殖する季節にあります。季節？皇帝ペンギンはなんと4月から繁殖を迎えるのです。って4月からだったら春が訪れて、ここから夏に向かって暖かくなっていく最高の季節じゃん。いいえ。皇帝ペンギンたちの住む南半球は、我々の暮らす北半球とは季節が逆になるのです。つまりはい、あえて先ほどの言い回しで言うのであれば、南極大陸での4月とは秋が訪れて、ここから冬に向かって寒くなっていく子育てには最低の季節と言えるでしょう。皇帝ペンギンさん、どうして？また南極の冬というのは、一日中太陽が昇らない極夜と呼ばれる現象が起こり、気温はマイナス60度にまで下がります。さらにブリザードと呼ばれる猛吹雪も吹き荒れ、とても生物が生きられるとは思えないほどの、まさに極限の環境となります。よりによって、なんでそんな時期に子育てするのさ。理由は2つ考えられており、1つ目は、寒い時期だと天敵がおらず、卵や羽化したてのヒナを守るのに最適であるということ。2つ目は、羽化した赤ちゃんペンギンが巣立つ頃にちょうど餌の多い暖かい季節を迎えられるということ。なるほど、つまり皇帝ペンギンなりの知恵というわけだね。なーに、皇帝ペンギンさん、ちょっと寒いだけじゃないか。脂肪をたくさん蓄えて、みんなでおしくらまんじゅうしながら春を待とうじゃないか。もちろん皇帝ペンギンの繁殖が世界一過酷であると言われる理由はこれだけではございません。なんだって？皇帝ペンギンは普段は餌場に近い海沿いの沿岸で暮らしているのですが、繁殖期になると海に暮らす捕食者から身を守るためや、寒い時期に凍った海でできた海岸はヒナが成長するとともに溶けていってしまうため、海岸から50キロから160キロも離れた内陸に向けて、数万羽の皇帝ペンギンたちが一斉に歩き出します。しかし皆様もご存知の通り、ペンギンというのはあまり歩くのが得意ではありません。そのため繁殖地までは2週間以上もかかってしまい、極限の環境下で生き続けるため、途中で命尽きてしまうペンギンも少なくありません。確かに、あのよちよち歩きで160キロはかなり体力を使うなぁ。それもマイナス60度のブリザードの中で。そして、やっとの思いで繁殖地にたどり着いた皇帝ペンギンのオスは、大声で鳴き声を上げ、パートナーを探し始めます。そこでカップルになることで、ようやく繁殖行動が始まります。ようやくここから平和な子育てに専念できるんだね。
交尾から2週間ほど、5月から6月にかけて、メスは直径12センチ、重さ450グラムほどの小さな卵を1つだけ産み、それをオスに預けます。しかし、ここでの受け渡しは素早く行わなければ、卵が低温で死んでしまい、かといって焦りすぎると割れて死んでしまうこともあるため、素早く、そして慎重に行う必要があります。そこまでして生まれたての卵を受け渡す必要はあるの？はい。この受け渡しは非常に大切な受け渡しであると言えるでしょう。なぜなら皇帝ペンギンたちは餌場である海岸を離れた時からここまで何も食べていないのですから。え？そしてさらに出産により体力を消耗したメスはオスに卵を託し餌を求めて海へ向かいまた歩き出し、繁殖地に残ったオスは食料は雪のみという環境の中、卵を足の上に乗せ、抱卵脳と呼ばれる股の間のダブついた皮膚を使い、メスが戻るまでひたすら卵を温め続けます。さらにここで前回ご紹介したハドルを作り、お互いを温め合います。頑張れ。そして餌場である海岸を離れてからおよそ4ヶ月後の8月頃、ヒナが生まれ、ここからメスが戻ってくるまでオスはヒナを育てるため餌として自分の体を与えます。メスもおらず餌もない環境で皇帝ペンギンのオスたちはペンギンミルクと言われる胃や食道の粘膜を剥がしたものをヒナに与えて、ヒナを育てながらメスの帰りを待ちます。しかしここでオスが力尽きて死んでしまい、必然的に餌がもらえなくなったヒナも死んでしまうというケースもあるのですが、戻ってきた時に自分の子供が死んでしまっていたメスは混乱し、他のペンギンの子供を奪ってしまうケースもあり、親は自分の子供が奪われないように必死に守るのですが、この奪い合いにより命を落としてしまうヒナもいます。次々に命を落としていく。そしてメスが戻ってくることでようやくオスたちは餌を求めて海へ向かい歩き始めることができます。しかし4ヶ月もの間餌を食べていないオスの体重は 40% 以上も減少してしまい、遠い海までの道のりを耐えることができず、またもやここで力尽きてしまうオスもいるのだとか。いや、想像の6倍ぐらい過酷。ペンギンの胃には消化を遅らせる酵素があり、ある程度の餌を新鮮なまま運ぶことができるため、餌場から戻ってきたメスは胃から餌を吐き出し、それをヒナに与えて育てていき、ここからはオスとメスが交代で海まで歩き、餌を胃の中に蓄え、ヒナに食べさせることで育てていきます。そして、たくさんの命が尽きていった中、生き残ったペンギンたちがさらに天敵に狙われると考えると、自然界の中で天寿を全うできるペンギンはほんの一握りであるということがわかりますよね。それにしてもマイナス60度に風速200キロをも超える猛吹雪、想像しただけで鳥肌が、鳥だけにね。というわけで今回はこんな感じなのですが、2回にわたりお送りしてきた皇帝ペンギン、いかがでしたでしょうか。想像以上に壮絶な環境に驚いた方も多いのではないでしょうか。また皇帝ペンギンのヒナたちはここからさらにクレイシと呼ばれる保育園のような場所に預けられ、集団生活をするという、これまた面白すぎる成長過程がございますので、今回のおまけコーナーではこのペンギンたちの保育園クレイシについてご説明させていただきますので、ぜひこのまま最後までご覧いただけたらなと思います。このチャンネルでは知っているとちょっとドヤ顔ができる海の中の不思議な生き物についてどんどんご紹介しておりますので、海や生き物が大好きな仲間たちはぜひチャンネル登録、グッドボタンの高評価を押して一緒にチャンネルを作っていきましょう。 YouTube 史上初となる動画でのお魚図鑑を作ることが目標です。また、皇帝ペンギンについてもっと知ってるよーという方は、ぜひコメントにてその知識を共有してくださいね。不思議がいっぱいのお魚たちの図鑑をみんなで
一緒に作り上げていきましょう。それでは皆様、本日もご視聴ありがとうございました。またね。はい、というわけで恒例のおまけコーナー、本日は何それペンギンの保育園があるの編。バチバチバチ。はい、ということで本編の方でですね、ペンギンの繁殖の厳しさというところをご説明させていただいて、お父さんペンギン、お母さんペンギンの命がけの繁殖に驚かれた方も多いと思います。でですね、本編の方はですね、お父さんペンギンとお母さんペンギンが餌を交代で海に取りに行ってヒナを育てていくんだよっていうところで終わっているのですが、ここからですね、そのヒナがある程度大きくなってきたら餌を食べる量が増えますよね。となるとお父さんペンギンとお母さんペンギンが同時に海に行っちゃうんですよね。さらにとなるとですよ、ヒナ一人ぼっちになっちゃいますよね。そこでクレイシという保育園のような場所に預けられるんですよね。これすごくないですか？このクレイシではヒナが集団になって集まって、まだ子供のいない若いペンギンがいわば保育士の役割を担って面倒を見てあげるんですね。じゃあこのクレイシは何の意味があるの？というところなんですが、考えられる要因としましては、一つは集団になることで外敵から身を守るということなんですね。ヒナといえど集団になれば捕食者は容易には近づけないんですね。そして二つ目が、固まることで体温を保っているということも考えられています。これは本編でもご説明したハドルのような感じですね。そして三つ目が、弱いヒナの淘汰という意味合いもあるんですよ。これちょっと怖いですよね。というのもですね、ヒナの集団ということなので、一匹につき一匹、もしくはお父さんお母さんの二匹がしっかりと面倒を見るスタイルに比べると、やはり外敵に狙われてしまうケースも少なくないんですね。ここで生き残った生存能力の強いヒナだけがふるいにかけられて、自然と生き残っていくという構造になっているんです。ですので親ペンギンが海から戻ってきた時にヒナが死んでしまっていたなんてこともあるんですよね。自然というのは厳しいですよね。そしてその逆に、餌を取りに行った親ペンギンがその海で死んでしまったりだとか、取りに行く途中もしくは戻ってくる途中で死んでしまって海から戻ってこないなんてこともあるんですよね。でですね、基本的に親ペンギンが海から戻った際には親ペンギンが鳴き声を上げて、その鳴き声を聞いたヒナが自分の親の声を聞き分けて正確に自分の子供にだけ餌をあげるので、必然的に親ペンギンを失ったヒナというのは餓死をしてしまう運命にあるんですよね。皇帝ペンギン可愛い見た目して壮絶すぎるぞ。少し長くなってしまいましたが、皇帝ペンギンたちの世界一過酷とも言われる繁殖活動、皆様いかがでしたでしょうか？皇帝ペンギン以外にもペンギンという生き物はその種類や生息地によって様々な面白い生態を持っているので、この動画が好評だったらまたご紹介させていただきますね。それではいつも最後までご覧いただきありがとうございます。全国のお魚好きの仲間たち、また次回の動画でお会いしましょう。またね。